お化け屋敷と氷エギ、イギーとウェンディ。さあ皆さん、本日ね、スプラトゥーン甲子園の日ですね。俺参加しますんでね、名古屋まで行って参戦しますんでね、応援よろしくお願いします。11時くらいからね、多分1回戦始まると思うねんけど、任天堂の YouTube のね、公式チャンネルで、AB ブロックとかね、そういう部門に、放送されると思うからね。俺 B ブロック1なんで、11時くらいからまあ、任天堂の公式チャンネルを見ていただければ、まあ俺出るかなっていうところ。チーム名がジェットパックボンバーね。頑張りますんで皆さん、よろしくお願いします。で、ほんま練習もしたし、まあ、頑張るだけかなっていうふうに思ってますんでね。頑張りたい。スプラトゥーン甲子園。皆さん、ぜひ見てください。ジェットパックボンバーの頑張りを。ここは入れないか。おっと、デカパックンが出るが、まあ、これ生ぐらいよな。でもこれ気絶したくないな、もう。勝ち盤面やもんな、はっきり言って。ほい。まあ、マリオメーカーでね、スプラトゥーンの話させてもらってるんですけども、まあ今俺ちょっとスプラトゥーン実況者には慣れていないので、マリオメーカー実況者みたいなとこあるんでね。そこでもうスプラトゥーンへのもう、申し込みですよね。ジェットバックボンバー申し込み。一気にスプラトゥーン実況者に浮上するという。さあ行きましょう。頑張りたいね。いやかなりね、まあ毎日練習、できる日はほんまかなり練習しましたんでね。これ鍵いるかな？練習の成果をね、発揮したいな、というふうに思います。鍵関係なさそうやな。うわ、これも、これは鍵関係あんねや、さすがに。はい、2回目。3回目、オープン。なんでやねん。さあ、戻ってきましたね。このウェンディを倒さなあかんかったから、ウェンディ倒しましょう。うわ、暴れ散らかしとんな。2回目踏んでいく。ルイージングメンバーどうする？ルイージングメンバーは遠方からファイヤー打って安全に立ち回ってんのかな。そんな感じやね。で、マリオ助けてください言うてんな。そうやね。積んどるやろ。これ小さくなりたいな、できれば。大きい状態、あ、小さくなった方がいいよ。これ小さくなって持ち上げて入った方がいいわ。ふっ。ゴール来い。生ゴール。オッケーオッケーオッケーは、うーきくシャンシャーン。助けてくださいだ。シャンシャーン。協力しましょう。出ましたね。ピース。モンティーモレマウンテン。モンティーモレですね。スタートー。気絶そうやな。どうか、ルイージングメンバーしゃがみジャンプでしっかりと行っといて、回転ジャンプから、おっと、生まりか、急ごう。うわ、やばい。うわー、自分勝手、うわ、万歳も出してる。悪っ。自分勝手すぎる。うわ、危ね。めちゃめちゃ万歳してんやん、これ。ルイージングメンバーはまさか、気絶してへんのかい。どこ、自分勝手か。いやー、多分気絶してないな、あいつ。ルイージ上行ってんもんな。バンバン戦。ん、何、回関係ない、冗談やない、冗談か。ずれた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 、叫んでも負けか。2ですね。コインが怪しいな、あれ。裏ゴールちゃうか、鬼ゴールと見せかけて。はははは、罠にかかったな。そんなわけねえだろうが。あのコイン1枚は、制作者がちょっと優しさで添えてくれただけ。コインの生添え。裏は取ります。マリオ気絶するで。慎重に行け。マリオ危ない、よくこらえたな。冷静やね。これで終わりかな。2っていうコースやからな。タイトル名がね、あまりにも適当すぎてね。コースそりゃ短いわな。スタートー。さあ、超ラグ取り戦です。始まるまでにもうめちゃめちゃ時間かかってますからね。さあ、ラグがやめた。急にラグがやめました。オッケーは、うぎぐ、シャンシャーン。ラガーがやめましたー、シャンシャーン。ピース。チョロペラ、否定。チョロペラ、否定ですね。スタートー。さあ、行きましょうかー。上空打ち上げ。フリをそのまま逃げてて、コネキューメンバーもゲームに参加しないを選択。失礼ですが。さあ、どうだ？ 50 コインもあるけれど、否定やからね。上登り線のなんか、スカイハイみたいなイメージかと思ったんですけど、否定やから、ただの右捨てやない。急ぐわ。あ、スカイハイかもしれない。うわー、4枚ブロスか。ちょっと怖いな。ただ距離かなり詰まってる。あ、右捨てなんや。登り捨てかと思ったけど。さあ、フリオ、俺につままれる人生はどうだ。楽しみにしといてくれよ。後で、持ち屋圏内に追い込んでるからよ。待てー。さあ、フリオ、もうちょいなんだ、もうちょいなんだ。いけー。距離詰まってるか、これ。桟橋のリード、冷たい。サンダージャンプ、うわ、うわー、どうだー。オッケー、ルイージたちだよねー。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。勝手ロビー。勝
勝手ロビーですね。面白そう。音楽コースか？うおー、ルイージ舐めてる。よしよしよし、ルイージ舐めてる舐めてる。そりゃそうやろが。走るだけちゃうよ。ジャンプで行かないとあかんよ。多分オートコースは勘違いしたやろね。ラッキーラッキーラッキー。なんか面白い音楽になってるよ。それは戦闘やから面白いわな。いかなる、難しい音楽でもさ、戦闘やったらそれは楽しめるもんね。さあどうだ？何これ、ルイージもずれた！フリオもずれろ！フリオずれろ！あ、ずれた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 ！なんでやねん。前の人間気絶したら土管入らなあかんってなるやろ。青い人ずれてへんやん。うわ、いいな。自分勝手すぎへん、それ。させるかよ、青い人よ。やばい、青い人自分勝手してる。ちょっと待って。あかん。気絶せ。失礼やけど。どうだ、青い人どこか入らない。そのマークがぬるって入らないで。お、何してんの、そんなとこなんもないよ。あはははは。オッケーは、ウキシャンシャーン。ウキウキシャンシャーン。ピース。どうだ、セーフ。ウィンターゴーデン。ウィンターガーデンですね。まあ、ガーデニングを楽しもうよ、いうこと。もしくはまあ、パックンの生かぶりとかね。あとは赤ゴーレのキラープレイとか、そういう感じあるんですかね。ちょっと全貌、コースの全貌わからないですが、とりあえず先手だけは絶対譲らへんぞ。小競り合いでしっかり体合わせて、体入れてブロックしていくからね。さあ、この後は、なんやろね、なんか、特に敵が出えへんの。あ、続くみたいです。何これ、生登り姿勢不気味やな。猫とか捕らえたら一気に逆転されるな。猫なし。猫のクリアリングはこれ必須やな。うわ、これずれるずれる、危ねフリーよ、今の危なかったぞお前。もうちょいで、ぶっ刺しやったで。要は判定今ちょっとおまけしてもらえてるからね、あなた。俺的にはもう当たった思うたけどな。ナイスルイージ、いいパフォーマー。お、結構上がれるやん。一括払いか。危ない危ない危ない、そのなんかトゲで、当然のようにバネを持っていく。うわぁ、フリオー、どういうことどういうことどういうこと。トローラー、トローラーかな、トロールコースいうことかもしれません。まずは、おっと、生かぶりができない。生かぶり、まあキノコ取ったらあかんのか。まあいいやろ、とりあえず右向かうのが鉄則やから右向かおう。フリオーずれるかもさるしな。ずれない、ヨッシーの生テース、オッケー。で、ヒップドロップはしっかりケアして、で、キラーテース、なに、面白い。じゃあ、針ならどうだ。かわいそうに。あ、オッケー。俺としては、めちゃめちゃ、嬉しい。よね。イビルのアドベンチャー 2-3。2-3 ですね。イビル 2-3。まあ、イビルさんが作ったコースやから、イビルさんの 2-3 ってことでしょうね。なんでしょうか、これ、パウを明かり代わりに使ってるってことで、まあ、かなりセンスを感じる。いいですよね、このコースの職人、なんですかね。コース職人言うんですか。なかなか、こ、ほら。明かりにそれを使うなんてセンスがあるよな。あ、ごめんごめん。ルイージングメンバーに抜かされたな。ただ、あいつを明かり代わりに使ってるだけなんでね、こっちも。さあ、ルイージングメンバーどういく？これは、下から割っていって、まあ、右かな？貫中、あ、かなり、深海なんや。2-3 言う割に結構厳しいコース来るね。深々と、行きましょう。どんどん進んでいきます。ルイージ危ない！こらえたか？おー、ルイージこらえたな。さあ、深海まで行った。これで終わりか。うわ、なんか、お魚来てるけど、どうする、ルイージ。亀裂すんで。おー、亀裂を免れていく。面白いな、ルイージ、今の。判定上危ないとこやと思うねんけどな。やりましたねー。俺としては、めちゃめちゃ嬉しい。よね。イッツのカージェット。スタートー、行きましょう。カージェット、キラー。みんなキラー取らないよ、選択したか。どうなる、この後マリオがこのキラーがないといけないというコースであれば、気絶確定。それともキラーがいらないか、いや、ジェット。うわー、びっくりした、何してくれてんねん。ワールドチャンシー、ヨッシーゴーデン。ワールドチャンシー、ヨッシーガーデン、スタートー。まずは回転ジャンプとか、まあどうやら上から行かなあかんか、そういうわけではないね。なんかガーデニングスやもんね。なんかこう、青いブロックをお花に見立ててくれてるんですよね。ありがとうございます、制作者の方。非常にセンスがある。こんなステージなかなかないもんね。キラーをかわしていく。マリオのペンギン走り。ペンギン飛び。おーっと、強制捕まりです。強制捕まり。シャンシャン。フリオかわいそうに今のは。
完全に強制捕まりや。絶対捕まる気なかったのに。強制捕まり。あ、生捕まりシャンシャーン。ピス